パチンコの換金を規制、カジノを開始て、パチンコ日報の報道によりますと、カジノの開業に向け、昨年の10月時点ですでに工程表が作成され、さらに、この工程表の中で、オペレーターが決まった時点で、どの事業者がカジノを運営するのが決まった時点で、パチンコの 監禁、三点方式を規制すると明記されていることが明らかになりました。自民党関係者の話として、オペレーターが決まった時点で三点方式を規制する内容が含まれています。三点方式といえ、結果的に監禁ができることが問題です。金の商品を扱うことで逃れているところもありますが、 監禁すするるためだけの商品が流通していることも問題ですホールは監禁商品を中古で仕入れていることになります。となればホールは古物商の許可も必要になります。そもそも三点方式すら守っていないホールも散見されています。いつまでも野放しにはできません。最終段階は三点方式を撲滅できれば 大総理ですとなっておりましてこちら今後国内にカジノができますと明らかにパチンコやパチスロと競合することになりますのでしっかりとカジノ税を納めてくれるカジノを守るためにも脱税を繰り返しさらに事実上の違法賭博である パチンコやスロットをこのまま放置することはできないでしょう。また、こういったパチンコやスロットはギャンブリ損傷の原因ともなっておりますので、政府には早急にこのパチンコスロットに対して監禁を規制していただき、これ以上国民が被害に遭わないように、 対策をとっていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。